どうも、阪神タイガース応援チャンネルのケンタムです。よろしくお願いします。さて本日はですね、6月12日、阪神 VS オリックスの試合について語っていきたいと思います。というわけで結果は、阪神がちました !3 連勝って形ですね。えー、そして交流戦が今日で終了しました。 ま、あね、いい形で追われて、阪神の借金っていうところも6まで減らせて、ま、あレギュラーシーズンに帰っていけるっていうのはめちゃめちゃいいことやし、ま、あ残念ながらね、その、ま、あめちゃめちゃ負け越してるっていうのがレギュラーシーズンの方なので、ま、あこっから勝てるかって言われたら正直わからないんですけれども、でも、しっかりといい戦いぶりはね、この交流戦っていうところでやってこれたので、ま、あ良かったと思いますまあ今日の戦いぶりっていうところにおいてもね、先制点取って中押し点取ってダメ押しだっていうところでね、めちゃめちゃほんまにいい勝ち方で最後締めくくれたので、 まレギュラーシーズンにも僕は期待しておりますとマジで <laughs> いやほんまにマジで早く早くで借金をゼロにしていただきたいというところなんですがえっとそうですねまあ打順も大きく組み替えてでそれがハマったという形になっておりますのでほんまにね面白くなってくるんじゃないかなとレギュラーシーズンねえ期待しております ここから休みですけれどもね選手たちには休めていただいて僕らファンもねその何も考えない時期っていうとこが出てきますのでそこはね気楽に過ごしていきましょうというわけで本日のスタメオーダーはこちらになっておりますご確認よろしくお願いしますじゃあ打撃陣から見ていきましょう山本選手ですね4打数3安打ダ1ファーボールですレフトフライファーボールレフテーニヒットレフテーニヒットライテーヒットですねえー山本選手が1番っていうところで正直びっくりしましたねまあ宮城選手がねそのえーっと左打者が 1>, 1割キューブで、右打者が3割近く打たれてるっていうところがあるので、その、まあ、右バッターを並べたいなっていうところはもちろん分かってたんですけれども、 まあ一番山本選手っていうところでほんまにね、いい活躍してくれましたね。まあ3安打ってところもそうなんですけれども、山本選手が出塁したっていうところにおいては全部得点につながってるんですよね。いやほんまに素晴らしい。ほんまめちゃめちゃ素晴らしかったですね。守備においても安定してくれてると。ただ一個言えるのが、その3打席目のレフトにヒットっていうのはね、よう打ったなっていう風には思います。ボール球やんなあれ。あれ、まあ4打席目も、まあ4打席目に関してはストライクゾーンやったと思うんやけれども、うまーく拾って、レフト前にポテンっていう感じでね。 打ててるわって思うようよなヒットでしたねまあ、そして5打席目の来店にヒットっていうのはね、こういうバッティングはもともとできるので、えっ、ー、と、同点タイムリーとかっていうところもあったじゃないですか。まあ、近々で言うのであればね。そういう右打ちっていうのもできるので、いい形でね、その打ててるとは思っております。守備においてね、すごく安定してくれてるのに、使いやすい選手ですねいや、マジで。頼りになりますわ。ね、もっともっと打撃がね、上がってくるといいなというところにはなっておりますが、えー、3アンダー。 ほんまに素晴らしかったです、ね、一番としての役割完璧にこなしてくれました。ありがとうございます。 はい、続いては、北条選手です。3打数1安打1三振です。ショートへ内野安打、セカンドゴロ三振という感じです。えっ、ー、と、対宮城選手対策でね、まあ、1打席目から結果を出すっていうのはほんまに素晴らしかったですね。まあ、できるならば、やっぱりね、そのね、1打点とかってあげてもらえれば、去年見たくおーって思ったけれども、まあ、まあ、別にそれはね、どっちでもいいんですが、えー、条選手に関してはね、しっかりと、まあ、1安打っていうところも稼いでくれてるし、その、久々のスタメン機会っていうところでね、その、無安打で終わるよりかは全然1 1> 1アンダーほんまにいいと思いますからねえー、もっと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 活躍していただきたいなと思っておりますはい続いては近本選手ですね4打数2安打1打点1ファーボールですセンターフライセンターへのタイムリーヒットレフテにヒットファーボールセンターフライという感じです えっと、今日はセンターから逆方向っていう意識があったのか何なのかっていうところではありますが、えー、すごくいい打球が飛んでましたね。まあ1打席目のセンターフライもそうやし、まあ5打席目のセンターフライっていうところにおいても、まあそんなに悪くないっていう当たりではあったし、えー、っと、タイムリーにおいてもすごくいい当たりでしたね。まあ正直打った瞬間のそのバットの音を聞けば、あ、伸びすぎたかな、うわーって思って、 たんです今までその最多安打というか、まあアンダー数においても80近くで1位なのか。なんか、知らん間にアンダ数めちゃめちゃ売ってたっていうところ僕はね、こうこう最近で知ったんですけれども、今シーズンもね、最多安打っていうところをね、頑張っていただきたいなと思っております。 はい、続いては佐藤選手です。4打数3安打6打点1本塁打1フォアボール1三振です。三振ライティのタイムリーヒットフォアボールライティの2点タイムリーツーベースヒットライティのスリーランホームランです。いやー、超打が出ましたね。いや、待ってましたよ、マジで。交流戦初本塁打がここの最終戦のダメ押しだっていうところね。いやー、待ってたよ。この超打っていうところね、ほんまに待ってたんですよ。まあ、もっと言うならね、そのツーベースヒットっていうところも綺麗な、まあ、宇宙感か。ね、超打っていうところではあったんですけれども、 本塁打見たかったよね。13号、スリーランホームラン。もう完璧打っ。 た瞬間っていう感じでしたねあれは何回席四回席五回席みたいになるのかなちょっと僕は今日セラにおいてあんまり知らないんですけれども確診断いやー久々に見れたこのテル君のホームランやっぱ綺麗やねすごいねとんでもない当たりしてくれてねいやーほんまにねその長打が出ないというところにおいてここ最近心配はしてたんですけれどもでもまあ今日においてはねしっかり活躍してくれてるし、まあ、もっと言うならね四出類という形でねすごく結果にも現れてるので、ね ほんまに超だ、超だ、もっともっと増えてくるといいなと思っております。4番打者としての活躍めちゃめちゃしてくれましたね。ありがとうございます。はい、続いては大山選手です。4打数1安打2打点1三振です。セカンドフライ、センターフライ、ライティの2点タイムリーヒットを三振という感じです。 え、大山選手に関してはね、先に追い込まれてしまったんですけれども、逆方向に綺麗に弾ける、この技術があるっていうのが、やっぱり得点がめちゃめちゃ稼げるっていう感じでね。これで42打点とかかななんか僕はちゃんとは見てないですけれども、ま、打点王っていうところにおいてもね、すごく射程圏内というところにもなってきてますし、いい形で打ててると思います。4打席目に関してはホームランしか狙ってないみたいなスイングでね、気持ちよかったですね。ホームランになればよかったですが、え、2打席目、 のセンターフライに関してはね、ひかみ一えっていうところでここ捉えられてたらなあとかっていうまあ、高望みではありますが、まあまあしっかりとねあのこの交流戦っていうところにおいてすごくいい活躍してくれたのでね、えー、ほんまにほんまにレギュラーシーズンになってもね活躍していただきたいなと思っております。 はい、相続いては小野寺選手です。5打数無安打1三振です。セカンドゴロライトフライ三振、サードゴロレフトフライという感じです。ダン君に関してはね、やっぱ1安打でも打ってほしいというところですよね。ちょっとね、その、まあ、今日はね、特に、まあ、得点差があって たがゆえになのかはわからんが、まあ、スタメンでずっと使い続けてもらったからにはやっぱり1アンダーでも打っていかないと、やっぱしんどくはなってくるし、その、入れ替えっていうところも考えられるのでね、個人的には入れ替えずにずっと1軍である程度出場機会もらってとかっていうのも期待はしてるんですけれども、まあ、今日ね、そのファームボロ負けしたんですけれども、まあ、江越選手がね、2試合連続ホームラン打ったりだとか、 まあ、エゴシ選手に関して足も使えるしっていうところもあるので、まあ、ダイソーとしても出しやすいし、まあ、ワンチャンスタメンやないかもしれんけれども、まあ、今のね、その小野寺選手の一軍の成績を考えれば、エゴシ選手っていうロマンを与えてもいいんじゃないかなっていうところにもなってくるので、やっぱりね、そのスタメンで出たからにはやっぱり1アンダーもっていうなら惜しい当たりっていうところが出てくるとっていうふうには思いますよね。頑張っていただきたいです。 はい、続いては中野選手です。4打数無安打です。ファーストゴロ、ショートゴロ、レフトフライ、ピッチャーゴロという感じです。えっと、正直なところ、その右打者をいっぱい並べたいっていうところは分かってたので、その、打順はどうなのかなと思ってたんですが、まあ、2番から中野選手が7番まで落ちてっていうところに関しては、意味的には昨日のバント失敗が響いてるのか、まあ、純粋にちょっとだけ、 まあ、打撃において不調になってきてるから、打順を落としたのかっていうところだけが気になるかな。うん。まあ、なんだかんだで、その、一試合に一本ずつぐらいは打ってくれてる印象なので、そんなに悪いとは思わないんですけれども、まあ、昨日のね、その、バント失敗閉殺だっていうのがめちゃめちゃ痛かったので、まあ、そこが絡んでるのかなっていうところだけが気になります。まあ、次回行きたいです。 はい、続いてはロハス選手です。2ラス、ムアンナ1、フォアボール、1、デッドボールです。デッドボール、レフトフライ、センターフライ、フォアボールという感じです。いや、なんか知らんけどね、その打率においては、ね、正直、目も当てられないというか、1割7分1輪っていうところなんで、うわーって思うけれども、なんかロハス選手のところから得点に絡んでいくよね。うん、なんか知らんけど、まあ、今日に関しては、先制点っていうところが絡んでたっていう。まあ、デッドボールとか、フォアボールとかっていう絡んだりね。まあ、昨日に関してはパスボール絡んだりとかっていうところがあったりするんでね。 なんかよう分からへんなぁとは思うんですが、まあ、今日のね、そのレフトフライ、センターフライっていうところが、まあ、いい当たりだったらいいんですけれども、まあ、面白い当たりではあるけれども、いい当たりではないっていうあたりなので、やっぱりね、その気持ちいい当たりが出てくると、もっともっと使いやすいかなとは思うんですが、まあ、なかなかうまくいかへんっていうところですね。まあ、指名打者っていうところがね、まあ、次からなくなっていくので、正直いろいろ厳しい部分はあるのかなとは思いますが、 まあ、しっかりとね、1安打でも多く打ってほしいなとは思ってます。はい、続いては長坂選手です。3打数無安打1三振です。ピッチャーへの送りバント、ファーストゴロ三振、センターフライという感じです。送りバントに関してはしっかり決めてくれたと思います。こっから1点に繋がったからね。えーっと、そしてセンターフライに関しては、 ま、初級からしっかり捉えられてたとは思う。ただ、ま、すごくいい当たりかって言われたらそうではなかったかなとは思います。え、最後の最後にね、1失点食らってしまいましたが、9回ガンケル選手を引っ張ってっていうところで素晴らしい活躍でしたね。ま、なんとなくやけど、外国人ピッチャーには長坂選手っていう感じで組ますんかなま、僕は正直、はっきりとは分かってないですけれども、なんかそういう風な気がするって感じですね。次回も期待です。 はい、続いては島田選手です。2打数1安打です。セカンドゴロ、レフティにヒットですね。えー、セカンドゴロに関しては、しっかりと進塁打という形でランナーを進めた、ここは素晴らしかったですね。途中から出てきて、こういう風に進塁打っていうところもできたし、もっと言うと、ヒットも生まれたからめちゃめちゃ良かったですね。 うん。途中から出てきても、やっぱり1アンダー、2アンダーっていう形で打てれば、やっぱり次回につながるので、島田選手、こういう活躍、ほんまに素晴らしかったですね。いや、ほんまに。ね。まあ今日はね、その左ピッチャーってところがあって、スタメンから外れたけれども、ね、次は左ピッチャーでも全然使っていくぞっていう風なアピールにもなっていくのでね、良かったと思います。はい、最後ですね。熊谷選手です。1打スームアンダーです。センターフライですね。まあ、当たりは悪くなかったかなとは思います。 じゃあ、投手陣見ていきましょう。本日一人ですね。ガンケル投手です。9回投げて115球5アンダ7三振1失点です。いやー、ガンケル選手今日は完璧やったね。27個のアウトのうち15個がゴロアウト。もう素晴らしいですね。ほんまに打たせて取るっていうピッチャーのお手本ですね。まあ、球威的なところにおいても、まあ、ここ最近見る限りでは一番良かったと思うし、まあ、高めに浮くボールっていうのが、まあ、スライダー、まあ、フォークかな っていうボールがちょっと浮いてたところではあるんですけれども、まあ、うまく抜けてたというか、まあ、ボール玉になってくれてたとか。 まあ、ツーシームとかで、まあ、インコース意識させてたからこそ、みたいなところはあるんですが、しっかりとね、いいピッチングできて、まあ、個人的にはね、その高望みにはなりますが、寒風完投ってところを見たかったですが、やっぱりね、杉本選手もめちゃめちゃ調子がいいので、まあ、さすがにね、簡単には抑えられないという中でね、まあまあ、1失点は食らってしまいましたが、全然良かったと思います。ね、いや、ほんまにね、その、防御率も2.3とかかな。 この内容で3勝4敗のピッチャーってね、いや、しかもここ最近の、まあ、今日含めずのここ最近5試合のピッチング見てみれば、3失点以内でずっと抑えてるのに負けがつくって意味わからん状況やったからね。打線がね、まあ、ちょっとでも打つとね、こういう風に全然勝ち星ついてくるのでね、ほんまに打線次第とは思うんですが、元気で選手もね、その、打線にリズムを与えるようなピッチング、をほんまに素晴らしかったですね。えー、次回の登板にも期待しております。 はい。というわけで本日は6月12日、阪神 VS オリックスの試合について語らせていただきました。ね。えー、明日からちょっと休養日というところになって、まあ、野球ファン的にはね、ちょっと寂しい時期にはなりますが、まあまあ野球のことはある意味考えんでいいっていうね、その我々にもリフレッシュの期間になりますし、選手たちにおいてはね、ちょっとした休養期間になるのでね、まあ、僕らもリフレッシュして、レギューラーシーズンに入っていきたいなというふうに思っております。 というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、あと概要欄の方に Twitter と Instagram までリンク貼ってるんで、よかったらフォローお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。